で話そう。今日紹介する手話は痛いとかゆいです。痛いかゆい、かゆい。痛いは指を折り曲げて上に向けたまま震わせます。頭が痛い、お腹が痛いなど、痛い部分を手の動きや表情で表します。かゆいは左の手の甲を指で書きます。実際に使うときはかゆい部分を書きます。皆さん一緒にやってみましょう。痛い、かゆい。